モンジョエ劇博ナンバーアンダーラインアイは世界をとる。平野紫耕神宮寺ユータガンユータの才能に鳥肌。ローカリズムをグローバルに、彼らのバランスが魅力ナンバーアンダーラインアイ楽曲をモンジョエが徹底解説。ナンバーアンダーラインアイの、強盗や、INZM の曲作りを担ったモンジョエが語る平野紫神宮寺ユータ、ガンユータのバランスと可能性。本誌8月20分の13日号特集。 世界に挑戦する日本エンタメンに登場したナンバーアンダーラインアイ、平野翔、神宮寺雄太、ガン雄太のデビュー曲、ゴートの曲作りを担ったのは、ロックバンド、脱のボーカルのモンジョエ、モンジョーだ。田沢英ジャーナリスト。ナンバーアンダーラインアイ、INZM ゴートのミュージックビデオ。ナンバーアンダーラインアイが9月23日に初のフルアルバム、ノーアイナンバーワンをリリースするのに先立ち、 8月19日に先行配信を開始したリードトラック INZM ・ IN 稲妻の作曲人にも加わっている。作詞作曲や楽曲プロデュース、DJ など多彩な活動を行うモンジョエに、ナンバー,ア,ンダーラインアイトの楽曲作りや彼らの魅力についてジャーナリストの田澤 A が聞いた。どういった経緯で、強盗を提供することに。アーティストの次回リリースのためにこういう楽曲を集めているといった。 いわゆるコンペシートと呼ばれるものが、作家事務所やプロデューサーなどレコード会社につながりのあるところに定期的に回るんです。実は今回の経緯もそれで、とあるアーティストのデビュー曲「世界で勝負できるヒップホップ」という内容のコンペシートがあり、そこにデモ楽曲を提出したのがきっかけです。いくつか複数曲を提出した中から、平野くんが普段ダンスの練習で使っている曲に雰囲気が似ているからハマるかもしれない。 という感じで1曲が選ばれましたただ楽曲のアレンジに関しては、初行から大きく変わっています。というのも、完成した、ゴートの形にたどり着くまでに、何回かナンバーアンダーライン愛側から戻しがあったからです。キャッチーな要素も楽曲の中に少しは入れないとファンの人たちがついてこないのではという懸念が当初、僕ら制作チームにはあったので、何が最適解なのかを探りながら進んでいった記憶があります。 覚えやすい歌メロが入ったもの、ラップだけで攻めるもの、といろんなパターンがある中で、ラップだけで勝負したいというアーティスト本人たちの強い意志があり、それは僕らにとってもすごく意外なことでした。強盗はオットフートワークスのラッパー、ピコリ、デコリーさんとファイブニューオールドのベーシスト、シュン、シュンさんとの共同クレジットですが、どういう役割分担なのでしょう。トラックの部分に関しては、僕とシュンさんでコライと、 共同執筆なんですが、セッションをしながら同時にいろいろと組み立てていった形です。ラップに関しては、僕がアーティスト時代にライブハウスで知り合った友達でもあるピコリに依頼しました。日本語、ラップと、ポップスと、世界的なヒップホップの流れを全部組み込んでバランスよく作るのは彼だろうというのが僕の中にあったので、彼が適任かと思ったんです。それでシュンさんとも話し合って、ピコリにぜひ入ってもらおうとなりました。 彼らは天然キャラと言われるが、メンバーからはどんなリアクションが、ラップのフロー、ふリーに関してなど、たくさんのリクエストをもらい、都度楽曲の改良を重ねました。例えば、デモ段階ではラップの口数がもっと多かったんですが、フック、サビをもっとシンプルなものにしたいというリクエストがあって、再構築した経緯があります。彼らからたくさんの戻しがあり試行錯誤する中で、 一度会わないとまとまらないという話になり、納期ギリギリに都内のスタジオで集まったのが、初めて彼らに直接会ったタイミングでしたね。僕もゅんくんもピコリもいて、そこでみんなが納得する形で曲が完成しました。その時は随分遅い時間までやりましたね。帰るとき、終電がなかったことは覚えています。笑い。強盗はどんな反響があると予想していましたか。正直、 相当怖かったですねまず今までの彼らのイメージとは全く違う曲だから、ナンバーアンダーライン愛をダメにしたやつみたいな感じで見られたらどうしよう、と。あとは、ナンバーアンダーライン愛の新曲は誰がプロデュースするのかを予想してるネット記事を読んだりもして、これを俺が出しちゃって大丈夫かなといった心配みたいなものもあったんです。でも、最高の曲に仕上げることしか考えていなかったし、それができた曲だったので、 堂々としていればいいと自分自身を落ち着かせてました。アーティストとしての3人の魅力はどんなところにあると思いますか本当に3人ともバランスがいいなと思います。彼らはよく天然キャラみたいな感じで言われるし、僕らもそういう面を感じる時もありますが、でもやっぱり本当にしっかりと考えているし、とにかく音楽に対してすごく真面目に取り組んでいるんです。例えば平野くんで言うと、彼は、 こういう絵が思い浮かぶんです、と音だけではなく、その先のビジュアルとか、どうブランディングしていくかみたいなところまで直感的なイメージを持っていて、それを彼なりの伝え方で伝えてくれます。僕らは、それをうまく言語化しようと頑張るみたいな、そんなコンビネーションです。岸くんだったら、普段のコミュニケーションから、今バラエティ番組に出てるの、みたいなテンションですごく面白いんですけど、でもものすごく真面目な部分があって、 一つ好きなものができたらそれにコツコツ打ち込んじゃう。スキルを含めて音楽的な幅がとても広いと感じますね。三人だからのマジックがある。ジン、ジングージ君はうまく二人の橋渡し役になっている印象がありますね。うまくバランスを保てているのはジン君がいるおかげだな、と。どっちの話もうまく聞いてその上で自分の意見を言っている。そのバランスがグループとしての魅力になっていて、 それは音にも出てていいいるんじゃないかなかって思いますね強盗では平野くんがクールな声岸くんがちょっとぶっ飛んだクレイジーな声そして仁くんが仁くんももちろんかっこいいんですけどどっちちも支えるようなポジション音的にもすごくバランスがいいんですよだからデモを聞いただけだったら例えばピコリの歌メロやラップだけだったら凡庸かなって思う曲だったとしてもあの3人がそれぞれ歌わりを決めて歌うとすごくいい曲になる そういうマジックがあるんです。それは自分たちの強みとして、彼らも自覚していると思います。それと、ボーイズグループ戦国時代の中で彼らしかやっていないことが一つあって。それは、お笑いなんですよ。多分今、お笑いのエッセンスがあるグループって他にない。ボンのミュージックビデオで、コントのようにタライが落ちてくる場面がありますが、 お笑いという日本の文化的要素を表現できるのはナンバーアンダーライン愛しかいないって思います。セカンドアルバムからプロデュース性を始めて、例えば平野さんは、盆についてどういうことを伝えてきましたか。まず、盆栽っていうテーマで曲を作りたいんです。っていうことからです。なぜかと聞いたら、最近植物が好きで盆栽に興味があって、と。盆栽は100年、何百年とかけてあの形になるもので、 僕たちもファンに支ええらられれて成長すするそういうういいいいこととをを表現したたた思伝んですよねただ、じゃあそのままはの要素を入れよう、というのは安直な表現になりかねないので、そこをどういやらしくない形で表現するかが課題だよね、といったディスカッションをしました。海外の人から見ても、日本の人から見てもクールなものにしなきゃいけないという使命感は、発注を受けた時からありました。 今後のナンバーアンダーラインイはいろいろなジャンルを取り入れながら曲を作っていくことになりそう。僕の理想としては、彼らには彼らにしかできないもの、日本初のオリジナルのものを生み出してほしい。気づいていないのは僕ら日本人。渋や青木。これから日本がグローバルアーティストを輩出するのは可能だと思いますか可能だと思います。僕は小学生の頃、アメリカに住んでいたんですけど、 友達はほぼ全員、遊戯王カードをやっていました。海外にアニメファンはたくさんいて、大部分の人が、ポケモンや、ワンピースを見て育っている。それにのめり込んでしまう人は、ちょっとダサいやつみたいな感じで捉えられていたが、でも今はむしろちょっとなアド、オタクなやつがイケてるっていう風潮になっているんですよね。日本のカルチャーに対する見方が、ダサいじゃなくて、一番イケてるぐらいになっている。 韓国に行ってもそう思いますし、先日スウェーデンに行った時は、会うミュージシャン全員が日本のアニメを通っていて、ワンピースの最新刊読んだ、みたいな話をしている。みんな日本のカルチャーが大好きなんだよって感じでした。それに気づいていないのは、僕ら日本人なんじゃないかな。だからもっと自信を持てば、グローバルアーティストとして日の目を見るのは可能なのかな、むしろ今こそがいいタイミングなんじゃないかなと思いますね。 もちろん BTS やブラックピンクが成し遂げたように、アメリカのスタイルでアメリカのマーケットを狙うのも面白かったと思う。アジア人がアメリカのスタイルでやってもうまくいかないというイメージを覆したのは、それだけですごいことだったと思います。次は、ローカリズムをいかにグローバルまで成長させられるかが一つの見せどころになってくるんじゃないかなっていうのが、僕の読みですね。その意味で、ナンバーアンダーライン愛にはめちゃくちゃ可能性を感じています。 ラウマレ東京育ちのプロデューサートラックメーカー2022年にグリム・スパンキーやリョフ、荒井一樹、キング・ニュー、メラクラが参加したアルバム WeAthers をリリースプロデューサーとしては YouTube の MV デイリーランキングで日本だけでなくグローバルでも1位を獲得した n ー l i n e i のゴートやボンをはじめスカイハイかける西 s 西島貴弘、スーパー FB、ファーストビリビリグロ o アップは甘い k p o p グループのット、パラダイス、ヤドリッピンミライなどを手がけ、その手腕が高い評価を獲得。最近では韓国 SM エンタテインメントのソングキャンプに参加するなど、国内外で活動の幅を広げている。ローリングストーン氏が気エアーティストを選定するグローバル連動企画、フューチャー・オブ・ミュージックでは、ジャンルや国籍の壁をぶち壊し、音楽シーンを活性化していく第一人者だろうと評され、 日本代表25組に選出現在その唯一無二のエッジーさと革新性を伴うサウンドプロダクションが各方面から注目を集めている。